然あり、うん、鼻息荒くなるよね、全然あり、面白い、面白い、LINE とかブレーキングとかそっちに本当に集中できる。あ、そうかもしれない、うん、明けが怖くないし、あとその明けのタイミングを早くするとかっていうのもこうトライができる。そう、明けのタイミングがね、すごい勉強になる。なるね、これすごいな。あ、途中で開けられる開けられるっていうのが分かる、やってみたくなる。てかやんないと早くなんねえなって感じが。そうだね、やっぱ、うん、ここまでちゃんと写真がしっかりしてるとそういうことができるよね。こんなに一コーナーが怖くないことはない。アプリル RS4 乗ってみました。 125cc 今結構暑くなってるので、どうかなということでこの春なモータースポーツランドで走ってみたんですけど、うるさいよ。すいません、申し訳ないです。もう一回行きましょう。じゃあ、はい、大丈夫だ、後で編集せん。編集なんかするわけないじゃん。じゃあそのまま流そう。はい、いいですか。はい、アプリリア RS4 を乗ってみました。春菜、モータースポーツランドミニバイクコースなんですけど、サーキットテストということで乗ってみたんですけど、意外とですね、高回転型で、ピーキーな印象があります。ただまあ車体なんかすごくしっかりしてて安心感はあって、高速コーナーでも安定していて、まあ、とても走りやすいかなと思うんですけど、まあ、そのエンジン特性だけちょっと回さないと走らないんで、そうですね、意外とまあ手強いかなっていう印象もちょっとあります。で、まあ、125デュークも合わせて乗ってみたんですけれども、125デュークの方はかなりエンジン特性がフラットなので、そうですね、どこからでも開けるとついてくるっていう感じで、とっつきは意外とこっちの方がいいかなと。まあ、でもその乗ってる雰囲気、そのレーシーな雰囲気とかっていうのはさすがに RSV4 の弟分ということで、この RS4 の方がちょっと、乗りはいいかなっていう感じがしました。